はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日は僕の大好きなラーメン会ということでですね、本日訪れておりますのが、もうね、全国的にも、むしろもはや世界的にもね、いろんなところにお店を出店されている世田谷さんというラーメン屋さんのですね、新ブランドといいますか、いわゆるですね、あの僕の大好きな家系タイプのラーメン屋さん、こちらはですね、ガンクロさんというお店に訪れております。こちらのお店さんですね、通常の豚骨醤油、これがねメインとなるんですけれども、それ以外にも珍しい塩系であったりとか肉盛りラーメンなんかも販売しておりまして、本日はですね、このガンクロさん全てを味わい尽くすために計3杯ほどラーメン食べていこうかなと思っておりますが、でもちろんですね、本日もこういった企画やるときデフォルトになっておりますね。1杯目にいただくのが通常のね販売しているラーメン、それとライスをこう追加でセットメニューとしてね、一杯目いただこうかなと思っております。もうすでにですね、ラーメン注文しておりますので、出来たてのこの一杯目のラーメン到着するまでもう少々お待ちしたいと思います。ちなみに、本日のこの撮影時間ですね、ただいま15時31分ということで、こういった時間に撮影する日はそれまで何も食べてないので、今とんでもなく空腹なんですよ。だからぜひ皆様もですね、この動画を見てガンクロさんに来る際には、一日ね、お腹を空かせた後にガッツリと一杯食べてみてください。ということでですね、本日の一杯目が到着しました。本日ですね、一杯目にいただきますのが、こちらガンクロさんで提供されている一番デフォルトのラーメンでございます。もちろんですね、これ白米をセットに注文してありますけれども、いろいろとね説明する余裕はないぐらい、ただいまお腹が空いております。早速こちらいただきます。うわぁ、もうね、もうすっごい匂い、あーうまっ、うまっ、あーむちゃくちゃ濃厚だこれ。げんこつの風味がすっごい強い。あーうまっ。もう麺いこう。ダメだこのまたさ、麺いいっすね。うまそう。うまっ、うまっ。スープだけだとすっごい濃い豚骨って感じなんですけど、麺とするとやっぱ不思議とマイルド感というかまろやかさ増して、うまいなぁ。一杯目は大事じゃないですから、並盛りなんでね、すぐなくなっちゃいますからね。これ海苔とほうれん草、もう序盤からいっちゃいましょう。ふわ、うまっ。ああ飲んじゃうな。うまいな。ちょっとこのチャーシューよ。でこちらガンクロさんのチャーシューなんですけども、持ち帰り販売等も1日10本限定かなで、しておりまして、このちょっとね香りがねすごく強いんですよね。絶対うまいやつなんだよなこれ。これあの皆さん、お肉好きだったらチャーシュー麺がおすすめです。これね絶対増した方がいいわ。うんうん、うまやっぱり。下に行けば行くほどこの醤油の香り強くなってくるのがうまいな。やば、止まらん。
ということで、こちら1杯目ですね。ガンクロさんのラーメン、しっかりと完食させていただきました。ごちそうさまでした。あ、ダメだ。並盛り1杯じゃ食欲が止まらない。ちょっとね、これはやばいですね。癖になるかも。ネギ肉塩ラーメン。ありがとうございます。うわー、うまそう。ありがとうございます。そしたらですね、本日2杯目いただきますのが、これ塩なんですけど、肉が乗っかったね、もうここでしか食べられないような一杯なんですけど、早速いただきます。ちょっとこの系統のラーメンはあんまり見たことないな。で、器ね、変わってると思いますが、もちろん2杯目からは大サイズですね。あー、うまっ。待って、めっちゃうまい。これ何これ。このね、スープ、ベースのスープ、この塩ってことだけでももちろんまた別の美味しさあるんですけど、やっぱりね、それだけではなくて、これわかりますかね、しっかりと炒めたお肉が入ってるんですけど、このちょっと香ばしさね、それが加わると、あー、おそらく多分ベースのスープは同じの使ってると思うんですけど、全然別物だわ。うまっ。そしたら早速この塩の方も、この麺ですよ。うわ、うん、まっ。ちょっとこれ肉と、うわ、すっげえうまい。これね、そのまんまでももちろんとんでもなくうまいんですけど、せっかくですから卓上にあるこの辛味噌をさ、ちょっとあえてこの辛味と味噌のコクを、うわ、あー、こんなの絶対うまいじゃない。うん、まっ。あ、まあ、これはいいわ。辛味噌追加して、さらにこれニンニクですよ。もう反則だねこれ。ちょっとね、夢中になりすぎてまだ手つけてなかったんですけど、このあたりでこの卵かけご飯ね、いっちゃいましょう。このね、卵かけご飯にはチー油がかかっているそうなので、卓上のね、この返し醤油タレですね、これで味付けをしてくださいってことだったんで、こんな感じか。これをね、こうですよ。絶対うまいやつ。うん、うまっ。あ、やっぱこのチー油はいい仕事してるわ。うん。
ということでですね、2杯目もしっかりと完食させていただきました。ごちそうさまでした。ちょっとね、本日残すところあと最後の1杯、大サイズのねチャーシュー麺なんですけど、どうしようかな、まだまだ食べたい。まあまあまあ、最初にね予定しててお話ししてた以上に食べちゃうとご迷惑になっちゃうのでね、今日はしっかりと当初の予定通り3杯で済ませようと思いますけど、足らんね、全然足らん、もっと食べたいって思うぐらいうまい。涙です。ありがとうございます。そしたら本日こちら3杯目ですね、3杯目いただきますのがチャーシュー麺の大サイズ。それだけではなくてですね、こちらほうれん草、海苔、そして味玉とトッピングさせていただいたラスカルカスタムのね、いわゆる特製のような一杯をいただこうと思います。いただきます。もうね、一杯目のラーメンにこのラーメンの良さ語り尽くしたと思うんで、ちょっとここはガッツかせてください。ということでですね、この3杯目のラーメンにセットでね注文させていただいたのがこの豚まぶし飯ということで、こんな感じでですね、このコロチャーといいますか、これがふんだんに乗った一杯でして、卓上の横の方にはですね、この豚まぶし飯の食べ方が書いてあるんですけれども、ラーメンスープをここに浸してお茶漬けのような感覚で、まあ、食べるとさらに美味しいということなんで、ちょっとまず一口食べつつ、そうだね、ベースいただきつつもちろんうまっ、まあまあ、たださらにここにスープをかけてより豚感をブーストして、うわー、分かりますかね、お米にスープを浸ってる感じ、うまっ。ちょっとこれ個人的に卓上のブラックペッパーちょっとかけて、いやこれも絶対うまいはずよ。あーうまいわ、うまい、ちょっとね、食べてて気づいたんですけど、僕が今回1杯目いただいたのって本当に3時ぐらいで、昼営業の一番こう火入れされて濃縮された濃いスープだったんですけれども、やっぱ撮影時間30分ぐらいありますから、この3杯目いただいた時にはサブスープと言われるね、このスープを足して、詰まったスープをまた伸ばしてね、朝一のようなキリッとスッキリとしたスープに仕上げる、そんな時間帯になってるんですけど、たまたま1杯目は超濃厚で、この3杯目にいただいたのがあっさりとさっぱりとしたね、こう心地いいスープに変化してて、これはたまらんね。ちょっと表にも書いてあるんですけど、やっぱり朝一とで営業終了間際によって全然ね、味スープの濃さ変わりますので、皆さんもね、ぜひこのガンクロさんも食べに来る際にはですね、ちょっと自分の好みの時間帯もぜひ見つけていただきたい。もう、朝一スープもめっちゃうまい。うまい。ということで本日3杯目ですね、しっかりと完食させていただきました。ごちそうさまでした。
ここでですねちょっと終わろうと思ったんですけど、先ほど店長さんからですね、実はうち混ぜそばもあるよという甘い誘惑をいただきまして、ご好意に甘えまして4杯目この後いただこうと思います。ということで本当にですね本日最後、もうこれこそ本当の最後なんですけれども、混ぜそばですね。ちょっとトッピングの構成が割と通常のラーメン屋さんの混ぜそばとは異なる珍しいものを持ってますけれども、早速ねいただきます。ちょっと混ぜそばなんでしっかりがっつりと混ぜちゃいましょうか。もうちょっとねこの見た目がたまんなくないですか。うん、うまー。これ多分トッピングに入ったこの辛そうな具材、これフライドオニオンと砕いたピーナッツかな。すごいな、甘くて辛いんだ、すごい。食べたことないかも。うわうまっ。あちょっと待って、うまい。この辛いのが全体に行き渡ってくるとピーナッツの香りも相まってなんかね不思議と担々麺っぽさも出てくるというか、うわうまそしたら最後にはですねこの追い飯がついてますので残った具材を、これはね絶対にうまいよ。ということでですね、本日はこちらガンクロさんで美味しいねラーメン計4杯いただきました。ラーメンの種類で言ったら3種類かななんですけれども、やっぱね全部良さが違うね。ラーメンが美味しいのはもちろんとは思うんですけれども、2杯目にいただいた塩のお肉がゴンと乗っかったラーメンですね、これもね本当に同じスープを使ったかと思えないぐらい全くですね別物の美味しさがありましたし、最後にいただいたこの混ぜそばもですね、まあ、いわゆるラーメンで使っている同じタレそして油を乗せたいわゆるその油そば汁なし混ぜそばと言われるようなものではなくてですね、これだけにしかないトッピングが乗ってたりですとか本当にね味の工夫がすごくされておりまして、いっぱいいっぱいねこれちょっと良さが違うからどれ食べてくださいっていうのは難しい。かつさっきもちょっとお話ししたようにですね、時間帯によって若干このスープの濃度、コクであとはキレ、そういった部分がですね常に変わっていく形になりますので、皆様ぜひですねこのガンクロさんでちょっとね自分の好みと思う一番のラーメンぜひ通ってね見つけてみてください。それ以外にもですね、今回ちょっと僕が試してね、卓上の調味料なんかも複数ございますので、いろんなね、形で皆様も一緒に楽しんでくれたら嬉しいなと思います。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、まだですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。